皆さんこんにちは。今日は2024年5月3日放送のハイスピードエトワール第5話耳を澄ませてのネットの皆さんの反応をまとめました。この動画が良いと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速どんな意見があったのか見ていきましょう。今回は面白かったわ。レースシーンの演出が気合入りまくりだった。最後の AI ホラーは最終版への伏線とかかな。感想お疲れ様。これ浅見明愛禅にどこかから怒られたんだろ。すごい良いとまでは言えないけど、これまでよりは格段に良くなってる。ちゃんとわかるようにブレーキングを描いたのも初めて。車内の普通にディスクブレーキだったんだな。これでもう少しマシンが見分けやすいといいんだが。1、2は先行上映会の評判がいまいちだったからテコ入れがあったのかも。おい、なんだよ、やればできるじゃねえか。庭は一体何だったんだ。情報量がこれまでと違いすぎた。今キャラが何してるか、車がどう動いてるか、レースがどうなってるかって部分から単純な画面の密度まで全て格段に増えてた。同じスタッフが作ってるとは思えなかったな。 PV と同じチームが担当した回なのかもね。今回すごく良かった。ここまで切らずに視聴してきてよかったと初めて思った。動詞で虫テロアニメを楽しもうと覚悟してたから少し嬉しい。今回よく頑張ってた。ちゃんとレースものっぽくなってた。でも最後の最後で省略はあんまりだろう。リタイア常連の弥生とメリッサさんの CG モデル初お目見え。しかしセリフはなし。扱いひどい。普通1話にはこれぐらいが出てきて途中で万策尽きるもんじゃないのか。ペース配分が謎だな。レース描写はマシになったけど盛り上がらんな。足りない部分が多すぎる。今回のレースシーンはスピード感と迫力あった。冒頭のリメトレ頭おかしくてくさ。面白いのは弥生の人気のおかげ。レース描写はすごく良かったけど AI 要素やっぱいらなくないか。カナタ普通にぶつけてクラッシュしてたし、アミちゃんは作中でも言われてたけどあれあかんやろ。途中のワイプ実況席シュールで笑た。今回普通に面白かったというか、初めて呆れずに最後まで見れた。てかしれっと弥生ちゃんが出てきてくさ。レースの描写はかなりマシになってたな。熱気の足りない実況は相変わらずだけど、しかし AI 搭載マシンなのに今までナビゲーションに耳を傾けてなかったのはさすがにおかしい。初めて乗るわけじゃあるまいし。高性能 AI ナビ積んでるの主人公機だけなのか、今までろくに従ってなかったの言うのもひどい。ありがちな展開なのかもしれんが、これくらいのレース展開なら楽しめる。脚本はまあまだおかしなところが多いが、演出は良くなったな。今週面白かったわ。だいたい第1話は彗星の魔女みたいにエピローグ回として扱うべきだったし、先行試写会が第1話と第2話連続でやったのなら、薬屋の独り言の初回3話連続放送みたいな形で放送して、もう1話分確保して他のキャラの掘り下げとレースダイジェストやってほしかったはあるね。あとはクイーン界キング界は1話にまとめて前半後半とか、キングとクイーン一緒でキングだけ先に分かれてクイーンとレース、クイーンバレ、じゃあイケメンはキングバレも3話のコロッケラジャーとか4話の古畑の下りとかなくせばできなくはなかった気がする。まあ制作カロリー高いモナコ界にエネルギー注ぐための3、4話だったんだと思うしかない。すでに視聴者の大半は振り落とされてそう。スポンサー、ニセガと書いたけどゲームになったりするんかな。ちゃんとしたレースゲームならフルプライスでも買うわ。急にまともな方向になるやん。違反に近い扱いの AI 活かせるのだろうかこれ。急にどうしたと言えるまともなレース回だったけど、浅見明がコンテ切った回だったな。今回だけか、残念。今までよりはレースシーンのカメラワークに幅が出てきてちょっとマシになったかもしれない。話は雑だが、このアニメで改善の意思が見て取れるとは思わなかった。やっぱり道幅の狭い市街地コースは映える。問題はこのクオリティが今回限りなのかいなか。まあアフレコは去年の段階で最終回まで終わってるから話は今更変わらないだろうけど、プッシュされてもスピンしない凛の成長を感じる。確かにハイスキは4話まで普通に流し見でいいやってなったから、今日も流し見でいいかと5話流してたんだけど、普通に面白くて見入ってたな。ハイスピ5は凛うまく立て直した。勝ちたい気持ちは大事だよね。奮闘したけど5位、表彰台までの道のりは厳しいけど、今後に期待。レース描写かっこよくて面白かったぞ。
今までで一番まともだったんじゃないのか、どうしてこのレベルで1話からできなかったのか、とはいえクラッシュして無傷なのいくらCGとはいえ手抜き。リンのイメトレ、ブーツ裏のパターンが可愛い。マシンコントロールは上手いけど、理論を知らんってことかな。声を出して走りが良くなるの笑った。ゲームしてる時もうるさかったやろな。5話見た。勝手知ったる？モナコが舞台だったけど、3ワイドできそうなくらいコース広かったね。ネクスレース用にイボルバースト使ってオーバーテイクできるように回収した感じなのかな。 F1 で見てるモナコを知ってるとちょっと違和感あったけど、どこを走ってるかイメージできてよかった。すごくよかった。見どころはたくさんあったけど、海洋戦を地上連っぽい弥生ちゃんがちゃんと本戦で戦えてるシーンも入ってて思わぬサプライズだった。メインキャラ以外の活躍が見れるのもいいね。5話でめちゃ覚醒した。面白すぎる。レースアニメってこういう手に汗握る展開が醍醐味だよね。 AMI のミニカー欲しいな。5話目にして初めて面白いと思った。めちゃ良くなってる。まるで別アニメ。何気にレースシーンにプリマステラの曲が挿入歌として入ったのも大きい。歌やダンスでレースを盛り上げるって役割なのに、最初のコース解説でしか存在感なかったの寂しかったので。5話は素直に面白かった。レースアニメって言ったらやったこうだよなって感じはすごい出てた。5話がとても良かったのだが、絵コンテが浅見明さんだったので、だからレスがすごく良かったのかと納得してしまった。これが見たかった。5話は見やすかった。コースレイアウト紹介と違って実際走ってるのはまんまのコースっぽかったけど、コース幅が広いわけ。ローズヘアピンやトンネル、ヌルベルシケインもオーバーテイクできて、コーナーが多いためバトルも見られる。スピード感が問題視されてたけど市街地は相性良いかも。別アニメを見てるのかと錯覚するくらいには良くなってた。演出とか BGM とかレース物らしかったぞ。次回は特訓会か。またもんじゃ出なければいいが。いや、せめてにクールあるなら今のペースでも大丈夫なんだけどね。ハイスピ語は良いじゃん。そうそうこう言うのだよ。やればできるじゃん。令和のハイスピードフォーミュラーアニメとしてちゃんとしてるよ。全然何のためについてるのかわからん。ナビゲーション AI についてもちょっと分かってきたし、いいよいいよ。ここからの盛り上がりに期待したい。レース演出も展開も良かったんで、ここから終盤までにちゃんと話作ってほしい。久しぶりのレース、しかもモナコ、最高に楽しかった。しかしモナコでこのオーバーテイク、ちょっと現実離れしすぎてない？リンどんどん速くなるな。キングとクイーンにはまだ遠いけど、表彰台はいけるかもな。来週オフの過ごし方興味津々だよ。ハイスピボアはようやく動き出した感あるけど、視聴者がなぜドヤ顔してるのかがわからない。ハイスピゴはやっとエンジンかかってきたってマジか。信じるぞ、俺信じるからな。もんじゃ同じ展開で2回ぶち込んできた分のためを今ここで解放するんだな。もんじゃ食べ歩きアニメからレースアニメへの復帰戦だぞ。気合い入れていけ。以上、ハイスピードエトワール第5話耳を澄ませてのネットの皆さんの反応でした。前回まで見ていたのは一体何だったのかと思わせるほど今回レース回でしたが、劇的に面白かったですね。相変わらず実況と解説はポンコツでしたが、レーサー同士のやりとりやピットとのやりとりも多く、カメラワークにも迫力があったし、途中 BGM 入ったりと盛り上がった感がありました。次回は日常会っぽそうですが、モンジャアニメを払拭できれば化けることもあるんじゃないでしょうか。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったらグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。